はい、こんにちは、ビッグボーイです。それじゃあ今回も、フォールアウト 4DLC ヌカワールド続きやっていこう。ゲージが一休みしてる。この放射のまみれ地帯のこのキッティキングダムで、手品師のオーズワルドって人物が、なんかね、バカにしてくる、待って、罵ってくるからね、こいつを目くらましとかしてくるから、とっ捕まえるというわけで、びっくりハウスとか探したけど、いなかったから、最後にトンネルを、捜索するというところで、なんだが、これね、ほんと放射能が弱まってることはないね。このまんま、グールは大半倒したからまだいるかもしんないけど、ここにこんな乗り物があって、まあね、全体像まだね、ちょっと放射能を避けるために急ぎ足だったから把握してないんだけど、ペインテッドグールね。そこが洞窟は。全体的にハンドガンの弾減ってるが、ここ。さあ、洞窟入った。ん？ここにいるか、オズワルド。グールがいる。深いな、こっちは行き止まり。どこを探してもオズワルドはいないという結果が若干見えてるんだけど、これ大丈夫か、これ。これ潜っても何もない。ん？なんかかすかに声が聞こえるような。人参プランター、こんなとこに人参。こっちなんだ。出口だな。解除しとくか。やった。さあ、出口を確保して、これあっ、だっここの出口ね。アトラクションのすぐそば。スタッフオンリー部屋ね。はい。で、こっちね。なんだ、こう、菜園？テイトとかスイカとかゴートとか。こんな洞窟で。人がいる気配があんまりしないんだけど。お、ゲージ。こっち行けないのか。地雷はないね。こっちは何にもない。この場所には実はいろいろあったんだな。ベッドもあるしな。な、難民ターミナル。ああ、難民がこんなお城のあるアトラクションのトンネルに。ビリヤード台もある。あ、なんかアイコンついてるな。ホーラーナッシング。こっちはなんだ。長いトンネル。トラップはないね。あ、また上登ってるな。出口か、これも。解除しちゃおう。やった。さあ、ここも、あ、これはん、あ、ペインテッドグールいる。アラブル、あ、汽車かなんかのアトラクションがある場所付近。グールを倒しちゃう。もう一体後ろから接近してる。じゃない、ゲージだこれ。おっ、いや、ほんとな、あれ早すぎでしょ。これ飛び乗ることとかできんのかな。
動いてるものにぶつかると。アトラクション楽しませてくれよ、ちょっと。ちょっとセーブして、今見えてる。セーブして。おっ、開いて。ここ。おあー、でもダメージ食らっちゃうだけか。そのまま流れに身を任せて乗れないのね。さて、さっきアイコンがあったんだけど、人物か。こっちにも行ける。あ、いるな。演技をやめたらぬか凍らせにクビにされると分かっているだろう。これ撃ってないの？もちろん冗談だ。真面目な話だが、ピエロのメイクは侵入者と怖がらせると逆に立つ。そしてテーマパークに新しい侵入者。うなり声。ダメだ。今度ばかりはうまくいくとは思わない。何かが違う。私にもできる。落ち着け。うなり声。すまないが、そうしないではいられないことは知っている。彼女が直す方法を見つけて帰ってくるまで待つしかない。それからレイダーどもを追い払い、無情に秩序を取り戻そう。必ず直すと約束する。さあ、演技を続けろ。お客をもっと脅かすための準備をしなければならない。だから鍵だ。脱出方法を見つけるのはお前に任せる。うん。消えた。トンネル捜索終わりか。何も見えない。農場ってさっきの、とっとっと、さっきの見た場所のことか。ほっ。で、鍵ゲット。ポンプシステムコントロール？ポンプコントロールシステム。ミスト噴射器オフ。これで放射線がどこから来てる？オズワルド消えちゃ、ん？クエスト。これクエストアイテム。オズワルド消えちゃったな。放射性の霧の発生源を止めた。そしてこれまで挑発を繰り返してきた手品師のオズワルドを見つけた。やつを追い払わねば。追い払う。これ落ちたくないな、これ。で、向かい側にまだ何かあったか。こっちも出口だな、きっと。出口だと思う。愚かにも攻撃を思いとどまるつもりはないようだな。最後の幕を開ける時が来た。オズワルド？コーラ王の屋根の上で会おう。製造の終焉を見ることになるだろう。コーラ王？偉大なるオズワルドと対峙する。このね、人物の前にさ、なんだろう、誰々だとかさ、なんか正直者のダンだとか、そういう人もさ、連邦にいたんだけどな。こういうのがなんか、あのスカイリムとかと共通してて、なんか面白い名前の人たちが多いよね。で、ここ汚い割に何もないな。階段行こう。で、これ。オズワルド？これ、いけるかこれ。危ない危ない。はあ。おお、おっとっとっと。よし、このまま、走っちゃえ。いてていてて。出てきた。いや、これ、汚染ひどいな。あ、なんか置いてある。酒だ、酒だ。アタグール。
コーラもあった？コーラない。またグール。もっと OK。 あ、まだいる。お、伝説グール。硬い。最高だね。お、ラッド動力メタルアーマー。さあ、オズワルド君はどこに寄る？早くこの放射能汚染をなんとかしたいんだけど。お、びっくりハウス。上の方だったな。城の方まで行こう。ここの上の方だな。ここもグール倒したから出てこないよな。ん？あ、また噴射されてる。いやいや、汚染がひどい。どうやって上行くこれ。中入ればいい。キングコーラの城。さあ、またここにやってきたが、ここでオズワルドに会ったよ。裏手か。エレベーター。まあいいじゃないか。今夜は寝る予定がなかったからな。なんか本当に弾減ってるな。大丈夫かな。過激な会話。上に参ります。さあ、着いた。お？お！オズワ。お前たちレイダーはどいつもこいつも皆同じ。誰かの家に入り、持ち物を盗み、大切な人を殺すんだ。あ、まともなこと言ってる。これ以上友人を殺させはしない。ここは我々の家で、お前らのものじゃない。説得できるかな、これ。敵ではない。血を流さずに蹴りをつけよう。敵ではない。血を流さずに蹴りをつけよう。200年以上ここを守ってきたんだ。フェラルグールを野蛮な怪物扱いするよそ者はお前が初めてだと思うか。勝手に世の中のためだと思い込んで、これまでどれだけ無意味に惨殺してきたんだ。200年もここにいた？聞いてみよう。ここに200年もいたって？どうしてだ？爆弾が落ちるまで出演者として働いてた。放射線でみんな変わったかもしれないが、ここを住まいにすることにした。次第に友人たち、そして大切な人たちの精神は病気に侵された。治療法を見つけて、お前のようなものが来て滅ぼされる前に友人たちを治してやるんだ。グールだけどいいやつなのか。まあ、だけどそういうグールは手遅れだ。放射線で完全に変わってしまった。そういうグールは手遅れだ。放射線で完全に変わってしまった。つまり友人が病気だということは認めるが、それでも殺すと。ここで唯一怪物と呼べるのはお前だろう。うん、病気じゃない。病気じゃない。放射線で精神をやられたんだ。野生化してしまった。違う。レイチェルが治療法を見つけてこの状態を変えてやるんだ。愛する彼女は何年も前にこの病気の治療法を探しに行った。そして私は我が家を守ることでみんなを守ることを誓った。レイチェルが治療法を手にしてあの門から帰ってきたら、お前にもみんなにもわかる。私は正しかったと。うわ、赤い。じゃあさっきトンネルでグールと話していたのは手下とかじゃなくて本当に普通に話していたのね。あー、どうしよう。本当に治療法はないんだってのもあるけど、治療法があっても手伝わなければ見つからない。早くしろ。ショーを中断させないでくれ。治療法があっても手伝わなければ見つけられない。嫌だ。
信じない。ああ、信じない。こんな議論にはうんざり。あ、これ戦闘かも。私たちを脅かすお前の存在をこれ以上許してはおけない。戦闘だ。あ、消えた。うん、さあ楽しもう。危ない危ない。うわ、放射の、おっと。あ、でもそんなに強くないのか。これ倒したくなかったな。おらおらおら、リロード。あ、倒した。プールがめっちゃ出てくる。リロード。あ、まだいる。ん、回復してるぞ。回復しよう。ちょっと上に登って。おらおら。あ、ギリギリで回復されるのか。で、回復。上に登って上から撃つ。おっと、おお、伝説グール。お前の死体に小便をかけて。ゲージは至って冷静。降りるよ、降りて。おら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 。まだダメか、消えちまった。回復して。ん、あ、ゲージか。いや、グールがワンサか。オズワルドどこ行った？いた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 。オズワルド。よし、倒した。メタルアーマー。オズワルド倒してしまったな。説得できたら生かすことできたかも。どこに落ちたオズワルド？そこか。パスワード、鍵、なんか随分レアも持ってるな。ワンダーソード。最後、最後の弾をつけたら一時的に時の流れが遅くなる。タキシード、シンカット、偉大なるオズワルド、シス。で、この鬱陶しい放射能の霧を消しちゃおう。ここ長い間オズワルドが占拠してたけど、まあ、とりあえずは仮なりにも事情はあったけど、これでパークの安全は確保だね。で、これ旗か。まだちょっと若干まだ放射能が蔓延してるけど。あ、荷物がいっぱいだな。ちょっとゲージ。おい、どうした？よし。そこに出るにはこれ、どっか上からか出れる？あ、そこドア。正常。向こう側に鎖が。とすると、あ、これドアか。おし。んで、前回は、ギャラクティックゾーンをディサイプルズ、前回じゃないか、この前はディサイプルズにギャラクティックゾーンを割り当てたけど、まあ、とりあえず順番に今度オペレーターズ確保。確保だね。よし、マジカルキングダム完了。彼女って気になるな。これさっきの説得できてたら絶対彼女も探すことできただろうな。終わってしまったものは仕方がない。で、アトラクションは止まったのかな、これ。どんな感じになった。さあ、グールの死体だらけではあるけど、なんか腕が浮いてる。腕が浮いて、うわっ、消えた。まあ、とりあえず霧は消えたね。
そのうちオペレーターズがやってくるはず。ただアトラクションは動きっぱなしだ。で、ここ OK でしょ。グランドツアーの再開。そうだな、次どこ行こうかな。ヌカワールドの缶詰、あ、違う、瓶詰工場気になるし、近いから今度ここ行ってみようかな。というわけで、霧がいいから、じゃあ今回ここまでにしよう。彼の内情、オズワルドの内情もちょっと気になったところだけど、説得に失敗、話術の足りない主人公、説得に失敗して、まあ敵対しちゃったから、まあ仕方がない。じゃあ次回はここ最後にして、瓶詰工場、ここだね。あそこに行ってまた制圧しよう。なんか待ち受けてるだろうけど。じゃあ今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。